鮭動画復活しましたよ。長い長い禁止でした。いただきます。あー、今日は飯動画じゃないんですよ。鮭動画なんですけどね、何度か何度かもう自分でも信じられないくらいだったんですけどね、去年の11月28日のガンマ GCB です。わかるかな。1117あります。ほんで GOT が130です。で GPT が62です。まあはっきりやばかったですね。ほんで禁止クイズしたんですけども、ガンマ GCB が141まで落ちました。 GOT は82、 GPT はGPC が32で GOT が35なんですよね。1ヶ月禁酒したらすごいんですよね。まあ専門の消化器内科の先生は言うんですけど、まあ酒は飲みすぎたらダメだって言うんですけどね、他に楽しみもないしちびちび飲んでるんですけど、先生曰く感情が強いっていうんですよね。そういう空気、アルカリフォスターゼ、コリンエスタレーゼ、こういうものがね人並み外れて丈夫なんだそうで、まあガンマ1000に上がっても1ヶ月も禁止すればまあ平常に戻るっていうかね。本当は飲んじゃダメなんですよそれ。でもまあね、楽しくいきたいですもんね。なんですけどもね、うまいです。今日は何したっけな。今日はちょっと打ち合わせでサル事務所の方に行ってきまして、まあ2、3時間喋ってたんですけども。スケジュール変えておかないと全然わかんないですよ。今かかってるわけでも耳鼻科でしょ、総合内科でしょ、脳神経内科でしょ、消化器内科、もうこの 내가 뭐 할지 그래 뭐 시간 안 쉬고 한다고 안 했어.でまあ自分でメモしてねまめにチェックしとかないと MR とか CT 通るしなんか抜かしたさやばいですからね。うん。 まあでもこれで一安心、まあ、先生に言わせれば娘はダメだよってそれはまあ当然言いますよね。まあだからアルコール度数の低い酒を飲んでます。それでもよねここへできますんでね、うん、それは 4% でしょアルコール。僕はこれ飲んでるんですけどね 朝日糖質のスタイルフリー。酒はねビールが一番好きなんですけども次に好きなのは日本酒の冷酒。これはでもね条件があって刺身を食べながら 飲むというのは冷酒の条件なんですよね。あと焼酎とかワインとかは飲みませんね。そんなの飲んでたらもう死んでるかもしれないですけどね。わあやっぱ気持ちいい。 あとはね、裏返しとけばね、もう一本なんてすぐ空いちゃうんですよね。これはね、冷やしをしてた時に冷やしを終わって少しね、トイレに入っておしっこしてたんですけどもそしたらね、冷やしメンバーの一人がビール飲みながら入ってきて 金とか言ってやってるんですけどもねもう金入ったらすぐ喋れっていうような人でしたけどああもう面白かったな。まあ酒好きな人はねもう好きだから飲むんだよね。 そこにまあ健康診断を入れつつ体を鍛えつつ1ヶ月禁酒するのもすごいひどいですよ。うん、1ヶ月飲んでガンマが 1,000 超えて1ヶ月禁酒したらちょっとまだ高いですけどね140といえば。 1000近く下がってるんだろうね。まあありがたいことですわ。でまあ飲むのはねあれ1ヶ月ほど飲もうと思ってるんですよ。でまず禁酒しようかだと思ってるんですけども今週末ぐらいねちょっと飲みに出ようかなと思ってます。はい。飲みは飲みたいしね。うん。Kさんも行きたい行きたいって言ってるからね。 その K さんなんですよね。台所でグラス割っちゃってその破片が残ってて足にぐっさっと刺さったんですよ。痛みも何もなくてねそのままコンビニ買い物行ったら帰ってきたら「大丈夫?」と言うんですけどね足が血まみれでしたけど。 サンダルでコンビニ行きますからね分かってるんですけど、うん、別に痛くもなかったしなんともないです。今日なんかもうくっついてますからね。検査でた脳梗塞の結果なんですけども、小脳にね脳梗塞が発生した跡はあるということで MRI 撮ってもらったんですけども、ただこの席なんで今詰まってるわけじゃないので、まだ半年後 MRI 撮って治療を考えましょうと言われたんですけどね。怖いですよね、脳梗塞なんかね、体が不自由になっちゃうし、ああ、俺は肺塞栓か、肺塞栓、いわば肺塞栓あるし、脳梗塞あるし、どっちも血の塊が血管に詰まる病気だから、発生ないんですよね。うちの母親は脳梗塞でも半身不随になってますんで、うちはがん家系、そして右脳梗塞肺塞栓家系ですかね。おじさんもパーキンソン病にかかってますし、なんだかね、もうやっぱ年だなんだみんなと思うよね。まあでもね、無駄でもいいから健康診断行ってください。そしたらきっとね、必要あったっていうことがあると思いますんでね、そこのところで自分の人生も変わる部分もあるし、行ってみましょうね。そういうことで今回の近況でした。ごちそうさまでした。